葉でこちら側に数字が出ていないとこれを始める目的がわからないんです。下側から上側に背びれを回遊ルカス。ハロー YouTube、 整備業界をぶっ壊す新地カンパニー重信です。今日は久しぶりに取り付けの動画を撮っております。今回取り付ける部品はこちら、じゃん、ジェット井上製の、ワイパーアーム&ワイパーブレードセットのクロームメッキですね。こちらの日野2トンのエアループデジタル標準車用に、を取り付けます。でこちらは基本的にですね、ドレスアップが目的でつけるものなので、なんかこれをつけたことによって特質が変わることはありません。見た目がものすごく良くなります。あとですね、一応純正の黒い塗装よりかは錆とかがですね入りにくいんで、ワイパー自体の寿命を延ばすことも、まあ、一理考えられるんじゃないかなと思っております。で取り付ける段階ですね、細かい途中で細かい注意点などもありますので、見逃さずに、最後まで見ていただければなと思います。それではやってみましょう。はい、今回使用する工具はこちらです。ワイパーアームの根元を固定している、ボルト、あ、ナットがですね、14mm、大体14mm なので、14mm のメガネと、めくらを外す、カバーを外すマイナスドライバー、できるだけ先端細いやつがいいですね。あとマスキングテープ、マスキングテープのガムテープでもなんかテープであれば何でも代用できるのでいいと思います。分かってるからあんまり見てほしくないんですよね。それでは、取り付ける前に内容の確認をしていきます。あと、取り付けるもの数が合ってるかどうかを確認してください。ブレードですね、ブレード2本とワイパーアーム、ワイパーアームがこうやって運転席用とかって書いてあるので、これ左右、両方入ってるかどうかを確認してください。そしてとこちらですね、現物今ついているものにこうやってあてがってですね、あてがってみて形状が同じかどうかを確認してください。そうですね、 OK ですね。で今更ですが車の紹介をしておきます。こちらの日野デュトロですね。基本的に大体4トン車ぐらいまでの小型トラックに使われている車両です。ワイパー、今回交換するワイパーアームに関しては標準ボディとワイドボディで多少の差はあるんですが、標準ボディであれば、グレードの違いによっても多分同じものが使われていると思いますので、ただそれワイパーの種類によっては少し形状が違かったりしますのでご注意ください。まずですね、こちらのテープを使います。テープで今ついている角度をですね、こんな感じで貼っていきます。ワイパーの取り付けている角度が大体こんなもんだっていうのを、目安としてこういうふうに貼っていきます。こちらも同様ですね。こんな感じですね。多少はずれはするものの、こうやって多少はずれはするものですね、大きく角度が変わらなければこの位置で、テープを貼っておけば目安になりますので大丈夫だと思います。続いてこのマイナスを使ってここのカバーを外していきます。こうですね、下隙間あたりこうやってこじってくれればカバー外れますね。こちらも同様ですね。できるだけ下側からやっていくと、もし傷がついても目立ちにくいので、こちら下側からアプローチしていきましょう。続いてここのワイパーアームの取り付け
ですね。ここは 14mm のボルトを使っていますので 14mm でこのまま緩めていきます。ね、こちらも同様です。この時にワイパーアームを押さえておかないと内側のリンクモーターが無理やり回されてしまってですね、故障する可能性もありますので、できるだけワイパーアームを押さえながらやりましょう。こんな感じですね。で、ここまでくればボルトは手で緩みます。両方ともこのように外します。で、次がワイパーアームを取り外しです。結構ここのボルトとワイパーアームの付け根が貫禄がしっかりしているので、外すときはこうですね、まずワイパーアームを持ち上げます。ワイパーアームを持ち上げたらばこうですね、前後にこんな感じで、こうですね、こうガタつかせて抜いてください。こちらも同様です。ワイパーアームを持ち上げてこうですね、こうやって揺すって抜いてください。じゃあまずこちら助手席側をつけましょう。つける前に一応最終確認で現物と合わせて物に相違がないかを確認してください。だいたいですね、ここの、R の形状とか、あとは長さですねが問題なので、あとは最後にここの、ボルトの固定する穴の大きさとかですね、こちらを見て、現物が合ってればそのまま取り付けにしましょう。じゃあこれ今分割されているのでワイパーアームにワイパーブレードをセットします。ちなみにですね、外し方ですけども、もうどこでも動画出てると思うんですが、ワイパーの外し方はこの内側に外側にこうやって曲げると、ここに押すこういう押せる場所があるんですよ。ここを押しながら、わかりますか、押しながら内側にスライドさせる、で抜く、まあ、ブレードはこれで応用が効きます。どの車でも大体こういう作りになっていますので、これでやってみてください。はい、じゃあここは取り付けていきます。まずここの取り付けの部分、こういうくの字になってるんで、まず逆にします。こうですね、こっち側に向けて曲げます。この時にちょっと指とか挟んでしまう可能性があるので気をつけてください。で、ここでまずこんな感じですね、穴に入れて、ナットを 2,3 回転回して、仮固定しておきます。そしてゆっくりと下ろしていきましょう。で、ここにマーキングした、あ、マスキングですね、位置を、荒出ししておいたところにワイパーを合わせてですね、そこで、注意点です。ここで注意点ですね、ここの、ワイパーアームの根元ですねを、こっち側位置がずれないようにこうやって少し押しましょう。わかりますか、角度が出ますよね。この角度が出た状態で締め付けてください。まずは、指で仮止めで大丈夫です。で、これから本締めしましょう。位置を確認してワイパーアームの根元を押しながら少しずつ締めていきましょう。この時にこの締め付けながらですね、ワイパーアームが下にずれる可能性があるので、ワイパーアームを押さえながらこんな感じで締め付けます。締め付けトルクはネジが軽く止まってから、軽く締めながら止まったらば、そこからですね、だいたい15度ぐらいですね、15度ぐらい縮めすれば OK です。運転席側も同様に組み付けていきます。現物を確認しましょう。
長さと角度と合っていれば大丈夫です。ですね、このままスライドしてロックして OK です。そしたら助手席側同様にこうやって根元をまず起こします。でここのボルトに入れて2、3巻ぐらいですね、2、3回転ぐらいネジを仮固定してワイパーもゆっくり倒していきます。位置が決まったらばここのワイパーアームをグッと押して締め付けます。こんな感じですね。で角度を、このまんま大丈夫であれば締め付けていきます。いや軽めに締めてってナットが締まらなくなったらばこっから15度ぐらいですね、こんな感じですね、15度ぐらい増し締めして完成です。で最後にこっちの根元のボルトのキャップですね、まあこの現物と比べる、純正品と比べるとだいぶ輝き方が違いますよね。でこちらを取り付けます、はい、最後にこのキャップをグッと押し込むだけで固定できますので、こちらも同様ですね、グッと押し込めば完成です。最後に貼ったマスキングテープを剥がしてください。はい、で本来はですねこっからワイパーの作動確認をしてさらに、位置がずれてないことを確認できればそれで終了なんですが、今回ごめんなさい、これ今車両をバラしている最中なので、ワイパーは割愛させてください。今回これで以上です。最後までご視聴ありがとうございました、この動画いいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録と各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そしてですねコメントなんかもどんどんお待ちしておりますので、ぜひアップしてみてください。コメントいただければ嬉しいです。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイ。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然街に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。